2013ミスユニバースジャパン、ウィナーはミス三重松尾幸美さんです。おめでとうございます。今は感謝と達成感、それから使命感で胸がいっぱいです。すごく嬉しいです。実は私の友人がファッション関係の仕事をしていまして、で私が今後モデルとして、あるいは漫画家タレントとして活動していく際に、もう少し女性としての色気っていうものを勉強してほしいというふうにアドバイスをいただいたんですね。で、女性としての色気っていうのは何なのだろうっていうふうに考えた時に、やっぱりパッと思い浮かんだのがミスユニバース で女性の鏡であるこの美しさっていうものをちょっと勉強させていただこうというのが本当はきっかけだったんですね。漫画家タレントとしてもやっぱり頑張っていきたいと思っていたので、その美しさを追求するだけではなくて、もう一つプラスアルファ何かがあれば私もみんなと対等に戦えるのではないかと思いまして、で今回、ネタ探しというのは、言い方がちょっとおかしいかもしれませんけれど、そのインタビューする気持ち で新鮮な気持ちでちょっと臨んでみました。トレーニングは本当に厳しくって、何よりも私はずっと8年間モデルをしていましたので、ウォーキングって結構自信があったんですけど、そのファッションとして歩くウォーキングというのはやはり服を見せるウォーキングですので、自分を見せる動きではないんですよね。でそこで講師の方に何名か見ていただいたんですけれど、いつもあなたは自分がないっていうふうに怒られてきました。はい、だから自分を見せるっていうウォーキングが一体どういうものなのかっていうのをすごい研究して、でみんなの前でなんかずっと研究するのもなんか盗まれちゃやだなって思ったので、一人でトイレとかお風呂場とかでコツ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 と、はい、トレーニングしてましたね。私はやっぱりずっと矢沢愛さんや庵野もよこさんに憧れていましたので、ファッション関係とか、あとはビューティーヘルス関係の漫画を描いてみたいなとずっと思っておりまして、ただ私がこうしてモデルとして8年間生きてきたのも事実で、これは私にとってすごく大事な経験だったので、私がファッション誌のモデルとして表紙を飾りながらそこで連載できたらなっていうのがずっと私の夢でした。だから今回世界大会がもしなんとかなって一段落した時には、日本にその美しさ、ビューティー、いろんな学んだビューティー関係を持ち帰って、ぜひファッション誌で連載してみたいなと思っています。漫画っていうのは日本が誇るべき素晴らしい文化ですので、それを背負って世界に立てるっていうのは本当に誇らしいと思っています。ただ先駆者としてすごく辛いものがたくさん待ち構えていると思いますので、ぜひ皆さんの温かい応援、それからご支援、後押しもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。時事.comをご覧の皆様、応援よろしくお願いいたします。